下降り明星のせいやさん、君のモノマネとかしてるの知ってる？あ、なんか昨日聞いたその下降り明星さんって誰ですかっていうのを、あの、あ昨日というか、今朝サンジャポのスタッフに来ました。わあ、そうなの。あの下降り明星さん。あ、そのモノマネをしてる人っていうのは知ってたんだけど、うん、その下降り明星さんっていう人がどんな人なのかは知らなかったのよ。マジで、あ、だから僕の中では、その、あのポットでユーチューバーの芸人。 を、そのし、その、あの、なんか、その、橋り文章さんがなん、なんか、その、M1 で、なんか、優勝したの全然知らなかったから、うんうん、その、ポットでユーチューバーの芸人が、なんか、んあの、つまんないネタ引っ掛けてやってんな、と思ってたのやめられない。もう売れっ子タレントですよ。ほんと、やめてください。ほんと、はい、怖い、怖い、怖い。ねいや、だから、知らないからさ、テレビとか見ないからさ。いや,い,やいや、でも、まあ、そういう人たちにすら、 君、されててんだよって話をいや本当に面白いんだったらひろゆきのものかあとかやらないと思うんだよね、<や>もうちょっとなんか、面白い人いるじゃん。いや、君、思ってないかもしれないけど、君、結構面白いよ、生き物として、あして生き物として。<laughs> あそうなんですか、そう、つ<い>まんないとか言わないでくださいよ、こっちだって、あのその<い>君がそんな喧嘩をしちゃったって、俺も後からこ,の、ね、これは戦争だっつって、いい感じに絡もうかなって思ってたのに、もう台無しですよ。はい <laughs> いや、だから、ブラーギャンさんとかまだわかるんですよ。その、あの、僕の口調でひどいことを言うっていうので、うん、あの、ま、その、多少笑いが取れるっていう、あっちの方は理解できるんですけど、はいはい、その、僕のモノマネをそのままやってても、それは別に、そんなに面白くないんじゃないっていう。ああ、でもね、君最新作見てないでしょう。最新作はね、あの、質問に答えられないヒロイ君みたいなパターンで、はい ちょっとあそれ見ました、それ見ました。あ,そうそうあれはすごいなと思った。何もしてないのにさ再生数成立するんだよ。そう,そうだよ,そうだよなんかすげえなーと思って。もうだ君はあれだよ、パンダと一緒だよ、もう。かった,うん、あとただ欠点を言うと、僕、自分の家の中ではタバコ吸わないんですよね。あ タバコの匂い嫌いなんで、日比さんちの中ではがんがん吸ってるんですけどあの、自分の家で吸うのはちょっと僕、なんですよ <laughs> そこ、そこ細かいけどそういうこ、そういうところなの、<え>そこのだめ出しするんですか。<laughs> いやなんかほら、違うなと思って、いや、僕だったら絶対それしないなと思って、いやいやそれで言うと、質問に詰まるひろゆ君も存在しないから大丈夫ですよ。じゃあ、あと,、はい、あともう一個が、あのアルコアピースさんっていう人たちも、はい、ラジオで結構君のネタ使ったりしてるよっていう。えー、その僕ののネタって何なんかあの <laughs> なんか時事ネタみたいなのをちょっといじるね、あの読者投稿のハガキコーナーみたいなのがあって、で、そこでもなんか、はいはい、なんか、ひろいくんがこういう架空のこういうことやったらっていう、なんか時事ニュースみたいな感じで、ちょっといじったネタが来て、それ見てみんなで笑うみたいな、えー、戦,戦争ですよ、西村君、これは。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。